Vivian Entertainment Production。 Vivian 公式 YouTube チャンネル始まりました。今回は深川由美がお届けします。はい、小桜ピンクのさくちゃんです。さくちゃん、おはよう。おはよう。 OK、 さくちゃん、今日は一緒に掛け算九九のお勉強をしましょう。では今日は掛け算九九二の段に挑戦します。じゃあいくよ、さくちゃん。二人が、二三が、二四が、二五。わかんない。二五、二六、二七、二七、二八、二九、二九。わかる？じゃあ三七がいってみる？三一が、三二が、三七が、三三が、三四、三五。三五、三六、わかる？三六は？三六、三六は？わかんないね。じゃあ三七は？三七、三八、三九、四は？四の段いってみる？四一が？四二が？あ、難しいね。ちょっと四の段はさすがに難しくて言えませんでした。じゃあ次に、さくちゃん歌を歌います。ではちょっと歌を歌って一緒に歌を歌ってみたいと思います。じゃあさくちゃんいくよ。さく。いくよ。せーの。小鳥はとっても歌が好き。母さんよりのも歌で呼ぶ。ピピピピピチチチチチピチクリピ。小鳥はとっても歌が好き。父さん呼ぶのも歌で呼ぶ。ピピピピピチチチチチピチクリピ。いいだね。さくちゃん上手。上手にできた、上手にできた。やったね。じゃあここに来て。はい、こんな風に、小桜インコは、本当はインコはなんか男の子は喋ったり、するそうなんですけど、あれ女の子だっけな、うち多分男の子なんですけど、人間の言葉は喋れないんですが、こうさくちゃんとかなんとかっていう問いかけにいちいちちゃんと反応してくれたり、私が思ってた以上に小鳥さんって感情がすごく豊かなんだなと思って飼ってみて新たな発見でしたね。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、いいねボタンと、チャンネル登録よろしければ皆様お願いします。それでは深川由美と、あ、違う、深川由美とさくちゃんでした。ありがとうございました。